こんにちは、露豊さん、はい。まあ、この時期になると、まあ、引退する選手とか、そこら、はい、出てきますけれども、まあ、いい岡田がね、そうなんです、いち早く、はい、まあ、辞めるという、あと先ほどオリックスの足立選手も、はい、っていうのも入ってきたりとかありますが、ね、はい、ただ来季の去就という意味ではまだ現役続行を望む選手たちもいます、はいはい、それはたくさんいるよな、はい、ね、これからね、そうなんです、はい、中日今日2選手挙げます。1人目まずビシエド、はい、でもう1人は大島選手なんですけれども、はい、ビシエド選手はどうやらあの2軍での試合練習後にもっと試合に出たい、自分の仕事をできる場を与えてくれるところであるならば行きたいというふうに現役続行を訴えたと、スポーツ誌、まあ、そりゃそうだろうな。ビシエドっていくつなの？ビシエドは30後半やろ、まあ、35です。なるほどな、はい、でキューバ出身、まあ、体は元気そうやしな、そうです、故障持ちじゃないしね、はい、だからまあできそうな感じはするけども、うん、ただやっぱりああいう形の選手に求められることって、はい、やっぱホームランだと思うんだよね、はい、ずっと中日時代を見ているとやっぱボールに角度が上がってこないな、ホームラン角度に上がってこないという、だからまあそこら辺が他球団と合うかどうかっていうことがあるよね。ただ立浪政権になってからやっぱチャンスで打てなかったっていうのがね、はい、これは他球団がどう評価していくかだな。そうですね、それともろ欠点が分かる、そうです、分かるだろう、森口でも分かるやろ、はい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 、はい、そうだな、だからまあそこら辺がこうネックになるかなという、そうですよね、なのでまあそこさえ投げてればこう打たれないだろうとか、まあ、そうだな、そう各チームに分かられちゃってるっていうのもあると思うんですけれども、今シーズン開幕まず2軍で迎えました、はい、で1軍昇格のタイミングが5月16日の阪神戦で、そこから15試合に出場してホームラン1本で打点2で、6月8日の楽天戦を最後に2軍に降格で、そこからはもう1軍に上がってくることがなかったんですけれども、はい、ただウエスタンの方では地方の遠征にも帯同して60試合出場、打率2割9分、ホームラン6、25打点ということなんですけれども、まあ、6は少ないな、ホームラン、そうですね、下で、まあでも日本人扱いでしょ、そうです、で年俸さえ抑えることができるとしたら、はい、まあ、どっかで働きそうな気はするよね、そうですよね、まあ、3年契約で推定3億500万円というふうに言われてるんですけれども、この点はまあ、ビシエド選手がもちろん下げてくれば各球団とも、いや、それはもちろんそうなんです、で日本人扱いなので、その外国人枠にははまらないから、そうなんです、まあそこら辺があの優位なところかなっていうのは感じするよ ね、 ですよね、ただやっぱり年俸だよな、そこですよね、まずキューバ出身でしょ、そうです、これ日本人扱いなんですけど、キューバ出身ということはやっぱり政府がまだ絡んでくるっていうことなんですかね、登録の問題が、あまだ関わってくるんですね、そしてドルですか、ドルです、契約がドル、それは話し合いによってドルか円かしてくれるんじゃないの、まあ、だからまあ勝手にはなかなか動けないっていうことはあっても、うん、政府もどっかでやってくれた方がお金にはなるわけですね、うん、そうなんですよ、だから政府っていうのもやっぱ記事にはいくつか出てますよね、まあ、DH の方がビシエドはいいのか、それともやっぱり守ってから打席に立つ方がビシエドって調子がいいのか、どっち、まあでもセ・リーグで慣れてるんだったら守りの方を入れた方がいいけども、うん、まあ DH だったら DH でいいと思うけど、うん、やっぱり DH だと相当打ってくれないとな、ですよね、うん、まあでも西武とか、はい、楽天あたりはいいかもな、西武楽天あたり、うん、でこの記事では例えばそのオリックス T 岡田選手が今年引退するということで、うん、まあ、血の入れ替えもあるんじゃないかということで、オリックスはハテナみたいな感じで出してる記事、まあ、オリックスはねやっぱトングファーストだし、はい、あそこは開けとかないかんし、うん、セデーニョいるし、あ、そうですね、うん、まあ、そんなにオリックスは欲しがるようなタイプの選手ではない、うん、となるとやっぱり西武だったり楽天っていうところが、うん、西武が一番いいかな、もう奥は無理ですか、ね、いや奥出すんだったらいらない、うん、俺が GM だったら6000万だ、6000万で2年契約、6000万でインセンティブつける、で 1億2000万までの、あ6000万インセンティブ、はい、ホームラン20本以上とか、うんうん、打率が2割8分以上、はい、打点が80打点以上とか、うん、まあそういうのでインセンティブ、契約年数ってどうなりそうですか、契約年数は2年見るけど、うん、2年以上は無理、うん、そうですね、あとはやっぱオプションだ、うん、そうですね、そこであのつけていくっていうことになりますよね、
きっと、まあ、勝手なこと言ってるけどないやでもおそらくビシエド選手がこういうふうな自分の言葉で語るということは相当やっぱり対談ということが濃厚なのかなっていう、まあ、ただ中日の方も、うん、まあ、例えば高橋周平がいたり石川がいたりとか、はい、またあの福永とかね、はい、まあ、そういうこともあるし、うん、だからそんなにあのなんていうのビシエドに執着するっていうことはまず中日はないよね。ないですね、きっと。だからもうこれはもうしょうがないよ。まあその衰えとか、はい、まあそういうこともあるだろうし、うん、まあ結果が全ての世界で、うん、中日では結果がね、もう出せなかったということを考えると、はい、働き場所を探すしかないよね。ですよね。だからこれはもう言ってもしょうがない。まあ、あの自然の摂理というか、誰しもがこうなっていくことではあるんですけど、まあ、だけど、本当にあの日本人、資格っていうか、はい、扱いになるまでよく頑張ったと思うよ。そうですよね。いや、本当本当。いや、だからそれをね、優位に働けるように、はい、まあ、交渉してほしいなと思う。ですよね。やっぱりでもドラゴンズファンは、はい、あのドラゴンズのユニフォームのビシエドっていうのがずっと焼き付いてるので、まあ、それは愛着はあるだろうけどね。まあ、だけど、それはもう人生だし。そうですね。うん、でも心の中にはもう中日っていうね、うん、キーワードは外れることはないだろう。あ、ドラゴンズブルーですよね。まあそうだな。あと先ほど豊さんやっぱり DH のある、はい、あのパリーグっていうふうに話されてましたけれども、はいはい、これセリーグで可能性っていうのはどうですか？ゼロではないんですか？セリーグはゼロだと思う。ほぼゼロですか？多分ね、俺は対戦してみて多分取らないと思う。それはどうしてですか？ウィークポイントはもう、まあそうだね。やっぱね、最近、ホームランで決まる試合って多いんだよ、うん、でホームランの威力っていうのはここに来て本当に発揮されてるんだよね、はい、だからホームランバッターが欲しいわけよ。どちらかというとビシエドとアベレージヒッターだから。あ、ホームランではないんだ。そうそう、まあ、例えば DeNA がオースティンが抜けると、はい、ファーストアップじゃないかって言うけども、はい、もう取ってあるんだよ、左を、うん、途中で来たでしょ、フォード、まあ、今下に半端ないから飛距離が、うん、打ってるしファームでもホームランとか、いや、それだったらフォード使う。日本人投手に慣れているビシエドよりもやっぱりフォードの方が魅力はあるんですね。それと広島も何が欲しいかって長打を打てるバッターなんで、はい、だからビシエドにホームランを求めるかっていうと、うん、対戦してみて、うん、ホームランの魅力はないんだよね、誰に。そのバンテリンが広いから他の球場だったらとか、いや、やっぱね、打つ角度がやっぱ低すぎる。以前と違うんですね、うん、だから俺は広島もいらないと。そっか、ってなってくるとセリーグは、いや、移籍しにくい。そうですよね、うん、まあ、じゃあ環境を変えてパリーグの方がいい、うん、まあ、外がね、ロッテ行って成功してるように、そうです、ポランコとかね、うん、まあ、環境を完全に変えてあげるっていうことも、うん、まあ、DH があったりだとか、それも必要なことなのかなっていうね。まあ、セーブはとにかく大きいのっていうよりも、とにかく打てるバッターっていうか、はい、あ、そういうバッターが欲しいからね。うん、だとするとセーブは合致するっていうことなんですね。俺が GM だったら合致しないけどね。ってなると、はい、ビシエド難しいってことにもなりますね。いや、まあ、相当厳しいよ。ですよ。いや、だってここのところの、その上でね、いて、うん、まあ、結果が出ないのと、もう完全に下に行かされて、うん、ファームのゲーム出てる選手と、うん、それは違うよ、扱いは。そっか。それはもう取るとなったら、もうビシエド見に行くけどね。あ、そのファームの試合に。よっ、そっと。見つからないように、こうやって。サボってないの。あ、あ、そこですね。そうそう。見に行くよって言って、うん、一生懸命やる選手はたくさんいるけど、うんうんうん、もうこそっと。見に、あ、気づかれないように。ダメだ。サボり癖がそういうことがあったら嫌じゃない。あ、まあそうか。そうそう。あとよく言われるのが、対戦チームのバッテリーとかはやっぱそのビシエドが打席に立つとかいるだけでやっぱ怖いっていう風なのは聞くんですか？いや、そりゃそうだよな、うん、いや、でも昔は角度はないけども、うん、ライナーで突っ込まれるとか、うん、勝負強さとか、うん、まあいろいろあったけどもね、はい、まあ、最近は両方とも影を潜めてるという、うん、まあ、そういう状態だから、はい、これが年齢から来るものなのか、うん、精神的なものなのか、うん、まだ働けるのか、はい、まだ体は元気なのかとか、うん、まあいろいろな調査は必要だよね。そうですね、うん、その代打の要因として、例えば代打はいらない、いらない、うん、やっぱり彼を取るんだったらレギュラーで扱うしかない。あ、そっか、そうなんですね、うん、
なかなか難しい、まあ、難しいけども、でも取ってて損はない選手かもわかんない。そう、日本のシステムだとか、はい、環境にも慣れてるし、うん、だからさっき6000万っては言ったけども、はい、これが、まあ、例えば4000万とかだったらもう絶対取っといた方がいい、うん、金額によっては取ってもいいんじゃないかと、ね、もう一人大島選手なんですけど、はいはい、大島選手はまたあの新たに新しい動画でちょっと去就についてどうなるのか、はい、そうね、もうね、あの時間になってきたので、熱く語っちゃったから。そうですね、ビシエル選手にね、ちょっとビシエル選手の今シーズンの去就、はい、気になるところなんで追っかけていきましょう。まあ多分日本には残ると思うけどな。残ってほしいですね、はいはい。